紀元前479年古代ペルシア人の兵隊がポティダイアというギリシア都市を攻撃した時いつもよりずっと遠くまで潮が引き侵略にうってつけの道ができましたでもこれは幸運ではなかったのです兵隊が半分も進まないうちに誰も見たことのないような大波が押し寄せ兵隊を溺れさせたのですポティダイア人はポセイドンの怒りで救われたと信じましたでも本当に彼らを救ったのはこれまでに無数の命を奪ってきた現象つまり津波です 津波は一般的に潮汐波の一種と思われていますが、実際には潮汐力とは無関係で、太陽や月の重力に起因しません。いろいろな意味で津波は普通の波の大型版なのです。谷と山があるのです。水そのものの流れではなく、水中を伝わるエネルギーの流れなのです。エネルギーが発生する場所が違うのです。通常の波浪は風で起こります。風は表面にしか影響しないので、波の大きさや速度が限られるのです。 しかし、津波のエネルギーは水中で生じます。火山の噴火や海底の地滑り、また、より一般的には海底面での地震によるもので、地球の表面にある構造プレートがずれることにより、巨大なエネルギーが水中に放出されます。このエネルギーは水面にまで達し、水を移動させ、通常の海面よりも高くなります。しかし、重力が引き戻そうとし、エネルギーの波紋が水平方向に転じます。 このようにして津波は生まれ、時速約800キロメートル以上で進みます。海岸から遠いところで起こると津波はほとんど検出されません。水中の深いところを移動するからです。しかし、浅瀬に達すると潜水変形が起こります。なぜなら移動する水がないので、この巨大なエネルギーが圧縮されます。波は減速しますが、高さは30メートル以上になります。 津波という言葉は入江の波という日本語で海岸付近に現れるという事実から来ています津波が海岸に届くと襲いかかる前に通常よりずっと引き潮となりますがこれが誤解を招きとても危険なのです津波は海岸付近の人命を奪うだけでなく2キロメートルくらい離れたところにある平たい建物や企業も投げ倒します特に低平地ではそうです それでも十分でないかのように、水が引くとき津波によって生じたがれきや、水の通り道にあるものや人もさらっていきます。2004年、インド洋の津波は史上最悪の自然災害の一つです。南アジアで20万人以上の人命を奪いました。どのようにして自然の破壊力から身を守ればいいのでしょうか。ある地域の人々は津波を食い止めるため、五岸、石や流れを分散する水路を築きました。 でも万全ではありません。2011年に堤防を越える津波が日本の福島原発を襲って原子力災害を引き起こしました。この津波で1万8千人の人命も失われました。多くの科学者や政治家は、早期検知を目指し水中の圧力や地震活動を監視し、グローバル通信ネットワークで迅速に警報を発令しようとしています。自然の力を止めることができないとき、その道筋にいないことが安全です。 学びを続けたいですかチャンネル登録して好奇心に刺激を与えましょう。